はい、用水路です。前回は、メダカの稚魚がたくさん生まれていて、張り子と言われる成長段階のメダカがたくさんいましたが、それから 近くの田んぼは水が入りまして、田植えが大体終わった時期ですね。そうするとこの水路の水の深さもだいぶ高くなりまして、田んぼの中にお水を注ぐためになかなかの深さになっています。雑草も伸びているのできれいにしないとね。と、角のところによく目を凝らすと魚影のものようなものがありますが、わかるかな？ズームイン。どうでしょう。表面にはアメンボがちょんちょんしていますけど、ほんのちょっと深いところにこのメダカのような魚影が泳いでるのがわかるかな。もっとわかりやすいところがあるので、さっきの T 字路になっているところに戻ってみましょう。さてと、まずこの T 字路の、まず向こうから 田んぼの方からお水が流れてきて、ここで行き止まりとなり、左右に向かって分岐されてます。で、こっちの流れがある方は、流水域ですね。そしてここの反対側、ぶつかって右手に折れる方は、行き止まりなので、止水域、水が止まっている領域ということになります。そしてこの草がですね、根付いているところを見ると、どうでしょう、メダカの子供が、当時張り子だった子が随分大きくなっているのが見えるかな。もうちょっと近くで撮ってみましょう。あっちの方が見やすいかな。こっちの方が魚影が分かりやすい。田んぼからの流れが速いので流されないように必死に群れで泳いでいる様子が分かりますね。そして真下にさっきの水草のところに来ると、ものすごくたくさん当時張り子だった子が大きくなってますね。じゃあもうちょっと右に曲がる方の水路も見てみましょう。だいぶ水草が茂っていますけれども、この水草が、田んぼにお水を入れるために増水している、この水の流れが強い状態になってしまったわけですけど、この雑草があるおかげで強すぎる水の流れを弱くして、メダカたちが生息しやすい緩やかな水の流れ、もともと止水域なんですけど、流入しづらいようになって、いい感じの水の抵抗になってくれてるんだと思います。そしてこれはもしかしてまた張り子ぐらい小さいメダカがたくさんいますね。ってことはまた産卵したんだな、ここで。川エビも泳いでますけどね。すごいちっちゃい張り子。そして、暗渠になってる部分も、ぴょっぴょっと今、メダカが動きましたね。たくさんいます。この真下の張り子の小さなメダカがいっぱい泳いでるのがわかるかな。指が邪魔しちゃった。こんな感じです。まあ、近づくと逃げちゃう。
ちの張り子のみんなの方が結構撮らせて、あ、映る、いい感じで。私の影を利用すると水中がうまく撮れますね。メダカがたくさん泳いでいます。いい感じ。うわ、すっごい数のメダカ。この暗渠の下はだいぶ数がいるな。逃げちゃうかな。どうでしょう。あ、いっぱい来た来た。泳いでますね。これは親の方かな。このサイズは。でも子供もいますね。一緒に。素晴らしい。よしよし。じゃあこんな調子でもっとメダカが増えていくことを願って、掃除をしすぎないで程よく、あまり汚くならないように、メダカの生息がはかどるような用水路の整備、お掃除を続けていきたいと思います。では朝のメダカレポートでした。